皆さんこんにちは。今回は東京丸の内にあるキッテに行ってみました。キッテは2013年にオープンしたので全然新しくないんですが、今回はその中にある旧東京中央郵便局長室を紹介します。またついでに寄った象印食堂も紹介します。東京駅の丸の内側に出てきて左手を見ると目の前に見えるのがキッテです。早速ビルの中に入ってみます。中央は吹き抜けになっていて本当に美しいです。隈研吾さんが線の美しさを意識してデザインしたとのことです。ショップやレストランもたくさん入っているんですが、今回は4階の一角にある旧東京中央郵便局長室をご紹介します。目立たずひっそりとしていて、今まで全く私はここの存在気づきませんでした。こちらは東京中央郵便局の歴史を継承する空間として、1931年の創建当時の雰囲気が感じられるように内装を保存再現しています。また窓から見える東京駅舎を眺めながら休憩できるようにベンチなどを設置しているそうです。もちろん誰でも無料で入ることができます。局長さんの机には昔懐かしい道具が並んでいます。電気スタンド、時計、ペン置き場。この辺りには付近の古い写真が並んでいます。私が何より気に入ったのはこの窓からの眺めです。私は実は東京駅の駅舎が大好きなんですが、この角度で一望できるなんて本当に素晴らしいです。この電話レトロでいいですよね。こちらにあるのはポストと書かれています。郵便物を入れるところもありますね。これは聖書でしょうか。丸の内に来て歩き疲れたらここで休憩するのもいいですね。では次は切手で食事をしようと思います。今回私が行ったのはこの象印食堂です。これは象印魔法瓶が手掛けるレストランです。美味しいご飯がここにあるをコンセプトにしたご飯にこだわるレストランです。人気があるので60分制ですが、ご飯のおかわりは自由です。夜の部は17時からなので、私は17時5分前ぐらいに来て番号を取りました。テイクアウト用のサンプルも並んでいます。今回私はローストビーフ御膳、友達はカツレツ御膳にしました。ランチは若干安めの設定になっているようです。内装は清潔ですっきりしたイメージです。窓際の席からは東京駅舎が見えます。おかわり用のご飯のお釜が並んでいます。でもおかわりをしたいときは自分でよそらずにお店の人を呼んでよそってもらうというシステムです。席に着くとお茶が出てくるんですが、グラスがすごいです。象印のステンレス製真空グラスが出てくるので時間が経っても冷めにくくていいです。こちらが和牛ローストビーフ御膳です。小鉢料理が6種類ついてきます。蒸し鶏、白和え、揚げじゃがいも、たけのこの梅和え、桜麩、中華風春雨などです。お肉も柔らかくて美味しいし、小鉢もいろいろ楽しめて結構お腹いっぱいになります。そしてこのご飯も自分でいろいろ選べます。白米2種類と金賞健康米があって量も選べます。私は3種類全部食べたかったので少なめで3種類食べました。ちなみに私の友達はこのカツレツを食べていました。最後にアイスが出てくるんですが、なんとこれご飯アイスなんです。食べるとつぶつぶした感じがしてご飯の粒が感じられます。ちょっと妙な食感ですが美味しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねをお願いします。